Hey guys, I'm Jin. どうもヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい。ということで、本日はですね、こちら、G-3 グロスネオン、マイクロビキニの、試着となっております。はい。こんな感じのやつですね。こういうめちゃくちゃちっちゃい、フロントがね、ちっちゃい感じのビキニを今日はね、履いていこうと思います。はい。このピンクめっちゃ可愛いですね。はい。じゃあ早速ね、こちら3つ履いていきたいと思います。はい。まずはこちら、イエローですね。はい。かなりマイクロですね。思ったよりちっちゃかったの。こんな狭いんですね。うん。あ、でもお尻もね、キュッと出してくれていいですね、形をね。うん。はい。いや、思ったよりここ狭いですね。まあ、微妙なとこですね。まあ、TM さんとかのやつはもっとね、めちゃくちゃ狭いのとかもあったりするんで、それに比べるとあれですけど、やっぱまあ狭いっちゃ狭いっすね。なかなか攻めてる感じですね。うん、エロくていいと思いますね。はい。じゃあ次のカラー履きます。はい。続きましてはこちら、オレンジですね。はい。うん。このオレンジも綺麗でいいですね。なんか、なんやろ、一番落ち着いてるというか、今ね、これ3色入りなんですけど、はい、多分、まあ、ピンクまだ入ってないですけど、またピンク多分ね、派手だと思うんで、これが一番落ち着いたカラーなんかなと思いますね。はい、じゃあ次のカラー履きます。はい、ラストはこちらピンクですね。めちゃくちゃ可愛いですね。いや、僕やっぱね、ピンク好きなんでね、うん、ちょっとね、ピンクに関してはひいき目になっちゃうんですけど、ただね、一般受けで言うとあんまりよろしくないかなとは思いますね。うん。いや、めっちゃいいな。可愛いっすね。なんかこのピンクだけで3枚とか欲しいかも。それでね、日常使いにしてもいいかなってぐらい。いいっすね。うん。はい。ということで、本日こちらのね、マイクロビキニ。やったっけ?はい。いや、これ、なんかもう一個買おうかな。なんかね、普段履きにしたいなっていう気にもなりましたね。これ M サイズ買ってもいいかな。結構ね、まあ、きつい。履けなくは全然ないんですけど、ちょっときついかな。形的にはま、これぐらいね、S でギュッと乗ってるのがいいんですけど、うん。まあ、普段履きにするんやったら M とかでいいかな。はい。めちゃくちゃエロくていいなと思いました。これまだ在庫あったのかな?売り切れてたらね、あれですけど、はい。ということでね、本日は、こちら、マイクロビキニをご紹介させていただきました。では、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.